海猫は、千鳥目カモメカカモメ属に分類される鳥類。ロシア南東部、中国大陸東部、台湾、日本、朝鮮半島陶器になると、中華人民共和国東部などへ南下し越冬するか、ロシア南東部や朝鮮半島では周年生息する。日本では周年生息するが、陶器になると、北海道や本州北部で繁殖する、 個体群は南化する個体が多い。全長44から48センチメートル。翼海長120から128センチメートル。体重0.5から0.6キログラム。頭部や体下面の羽衣は白。体上面の羽衣は黒海色。尾葉も白いが、内側尾葉10枚の先端付近が黒く、英明の由来になっている。翼上唾は黒灰色。 初列風切り先端は黒く、先端に白い反紋が入る個体もいる。くちばしは太く頑丈。種商名クラシロストリスは太いくちばしのノイ。くちばしの色彩は黄色で、先端が赤くその内側に黒い反紋が入る。孔子の色彩は黄色。幼鳥は全身が黒褐色の羽毛で覆われ、肩を覆う羽毛や翼上面らの外縁が泡褐色。 口彩は黒い。口しや、口子の色彩は、ピンク色を帯びた泡褐色で、口しの先端は黒い。牡蠣は、口頭が、白、陶器は口頭に肺褐色の反紋が入る。沿岸部や川口、干潟などに生息する。近年、東北地方の内陸部での記録も増えている。元老薬の水田が増えたからと考えられている。和名は、 鳴き声が猫に似ていることが由来とされる。植生は雑食で、魚類、両生類、甲殻類、昆虫、動物の死骸などを食べる。他の鳥類が捕らえた獲物を奪うこともある。繁殖形態は卵生。集団繁殖地を形成する。沿岸部の岩礁や草原などに、木の枝や枯れ草、海藻などを組み合わせた皿状の巣を作り、 日本では4の5月に1回に2から3個の卵を産む。2011年6月、東京都台東区上野のビルの屋上で20から30つがいが映像しているのが確認され、複数の幼鳥も確認された。他の鳥類、カイツブリやカルガモコアジサシスズメなどを捕食する、可能性が懸念されている。私有交代で放卵し、放卵期間は24から25日。 ヒナは、孵化してから約40日で巣立つ。生後3年で、生成熟すると考えられ、生後3から4年で成長バネに生え変わる。八のへしの株島。白いものはすべて海猫。日本では、1922年に、八のへしの株島と出雲市の京島がそれぞれ、株島海猫繁殖地、京島海猫繁殖地、1933年に、 陸前高田市の椿島が、椿島海猫繁殖地、1934年に、小長川町の江島が、陸前江ノ島の海猫及び宇島繁殖地、1938年に、坂田市の飛島が、飛島海猫繁殖地として、繁殖地が、国の天然記念物に指定されている。このほか日本では、三陸海岸が、海猫の繁殖地として知られている。 日本鳥類保護連盟の神崎隆行によると、海猫は、小魚などを巣に運ぶときに、飛翔中に吐き出してしまうことがあるという。小魚などが、路上などに散乱している光景は海沿いに居住する、人々にとってはごく普通の光景であるが、このような光景を初めて見る人にとっては、非常に不思議なことであり、しばしば騒動になって新聞などで報道されることがある。 今泉由美子、空から、お玉くし鳥が吐いた産経新聞2009年6月28日、日曜日14番総合3面。ありがとうございます。